八丈島から西部署大門軍団にベテラン刑事がやってきた。南長太郎52歳、西部署着任の途中、護送中のライフルマン矢吹四郎が何者かによって奪還されたという無線を受け、現場に向かった南はヘリで逃走しようとした犯人の一人沼尻を逮捕した。矢吹四郎奪還の目的は一体何なのか。沼尻を締め上げる大門軍団、そして大門が仕組んだ罠とは。高速道路の建設工事に関する不正入札の承認、片桐稔の護衛にあたる西部署大門軍団。次回西部警察パート2、八丈島から来た刑事、どうぞご期待ください。